はい、春です。今回ね、ながらで学ぶ、絵のことについてのお話をしていこうと思います。今回ね、解説する記事は、2019年7月19日に投稿した記事で、絵描きさん交流しない人多くないですか、実際はねした方がいいのかというメリットデメリットっていうのを、私は実際交流する派なので、解説していこうかなっていうふうに思う。なんで、この動画ではですね、基本的に、私が書いている記事、ブログの解説をしながら、読み聞かせのような、感じなので、ながら作業でね、スマホの全画面表示でながら作業何かしながら、音声だけでも聞いていただけるような内容となっております。はい、まずですね、絵ですね。絵描きさん、この動画を見てくださってる方っていうのは主に、絵描くの好きな人だったりとか、実際に、絵描いてるよとか、受験でちょっと芸大目指してる人とか、結構その絵に関する人が多いんじゃないかなっていうふうに思ってるけれども、まずね、絵描きさんってリアルで交流した方がいいのか、そのね、交流するメリットデメリットとか、そもそもね、いつどこで交流すべきなのかっていうような疑問とか不安っていうのをここで解決していこうと思います。はい、で、絵描き仲間ですね、リアルな交流はいつどこでするのか、もちろんね、芸術大学とか美術高校、画塾とかアートスクールとか通われてる方は、自然とね、周りがもう絵描く人ばっかりなんで、絵の友達がね、自然と仲間ができていくかなっていうふうに思うんですけども、実際にね、そういう絵を独学で勉強してる方とかね、どうしたらいいのかなとか、実際にそういう絵描く友達がたくさん欲しい方とかねっていうのは、どういうところで交流していけばいいのかなっていうのをお話ししていこうと思います。実際私はですね、もともと美術系の高校で、そこからね、芸術系の学科の大学とか、さらにね、その間画塾とかもずっと通ってたんで、もうほとんど私が今リアルでね、会ったりとか、高校とかの友達、大学の友達っていうほとんどがもう8割以上か、多分9割くらいですかね、もうほとんど絵描く子ばっかりなんですよね。なんですけども、やっぱりね、そういったところであまり縁がない方とか、さっき言ったよね、独学の方とかっていうのは、やっぱりそういう簡単にね、私絵描くんですよとか、絵すごい好きなんですよっていう友達を簡単に見つけるのは結構難しいんじゃないかなっていうふうに思うんで、私はその学生時代のリアルな友達、友人に加えて、ネットのね、世界から、リアルの交流とかも結構してきた、しているので、そこら辺をね、お話ししていこうと思いますね。はい。まずメリットですね。ネットとかリアルの世界で交流していいことってあるのかっていうと、まずもちろんね、結論から言うと、いいことしかないんじゃないかなっていうふうに思ってます。よくね、コミュ力が低い人が多いとかね、絵描きさんはこうずっとね、家で一人で描いてるから、なかなかそういうところ行けないよとかね、ちょっと行きづらいなって方もね、多いかなっていうふうに思うんですけど、まずはね、このメリットを抑えて、その自分はね、こう、どっちの方がいいのか、行った方がいいのか、やっぱり交流はしない方がいいのかなっていうのをもう一度ね、考えてみていただければいいかなっていうふうに思います。まずね、メリットをざっくり上げていくと、もちろんね、リアルで交流することによって、自分の知らない世界を知れるんですよね。で、私もそうなんですけど、基本的に絵って、外でなくてもできるじゃないですか。家でもずっと絵って描けるんで、基本的にずっと家で絵描いて引きこもったりとかしちゃうんですけれども、そういう絵描きさんこそ、外に出てね、人と交流して刺激を受けに行くべきとかということをね、ちょっと思ってて、なんでかっていうと、その自分の知らない世界が知れる。絵のアイデアが、絵のアイデアの発想が生まれるってことですね。外で絵描くって言っても別にね、その画家さんみたいにこう風景画に行ったりとか、川に行ったりとか山に行ったりとかしなきゃいけないのかなっていうふうに思うかなと思うんですけど、いや、全然そんなことなくて、ファミレスとかでもいいし、カフェでもいいですし、とにかく外で描くことっていうのがすごい大事だなっていうふうに思ってて、実際ね、その場のね、空気とか新しい刺激物とかで、やっぱ絵って成長していきますし、その他にも、実際に絵描きさんと会うことで、その作者の意図とかいうのが知れるんですよね。ネットで見てるだけだったら、この人絵うまいなとか、この人すごいなって思ってって思うんですけど、やっぱりリアルでね、会って、こういうとこってなんでこの色にしたんですかとかね、なんでこの絵を描こうと思ったんですかとか、そういう、私結構そういうなんかリアルな交流っていうのをしてきたので、やっぱりその目の前でその描いた作者本人から、どういう意図で、どういうね、考えで絵を描いたかっていうのを聞けることによって、よりね、自分の中でも、あ、なるほど、みたいな感じでね、その、引き出しが一つまた増えるんですよね。なので、結局絵っていうのは刺激を受けて上達するものだというふうに思ってて、まずね、何も刺激がなければ、その絵を描くための材料とか引き出しっていうのも、まずないんですよね。何か見て綺麗だなって思って、これを絵にしてみようとか、何か体験して、これすごく楽しかったから、ちょっと絵で起こしてみようかなとか、この色初めて見たから、この色の絵の具を作ってみようとかね、何かしらの刺激があって、絵って上手くなりますし、その刺激が自分の中にその材料としてこうストックされていくんですよ。記憶とか経験が。で、その経験とかっていうのをこう自分の中からね、こう取り出して、この今回はこの材料をね、使って絵を描いていこうみたいな感じで、私はいつもそんなイメージで描いてるんですけど、なので、まずそもそも何もね、刺激がなければ、やっぱ家で一人で描いてるだけっていうのは、別にそこがアイデアの発想がないかっていうと、そんなことないんですけど、やっぱりでもどちらかというと、外の方が多いんじゃないかなっていうふうに私は思うんですよね。あくまで個人的な意見なんですけれども。なので、実際に会ってどういう意図で描いてるんですかとかね、それでも、こう、美術館に行って、
ってみるとか、その実際に外の方がね、やっぱ材料っていっぱい落ちてるんで、まずメリットとしてはその刺激を受けることができるというのが一つ目のメリット。で、二つ目は悩みが解決する、うん、まあやっぱネットでも調べたらね、この書き方わかんないとか、こういう時ってどうやって書けばいいんだろうとかね、こういう絵の具ってどうやって使ったらいいんだろうっていう、そのいろんな疑問いっぱいあると思うんですけど、そういうのってネットでも解決できるんですよね、うん、ただリアルにあった方がやっぱその早い、解決が早いですし、さらにその一番効果的なんですよね、うん、で、それはどういうことかなっていうと、私もね、いろいろイラストの添削とかっていうのはツイッター上でね、させてもらってるんですけれども、それでかリアルであった方がそのまあいちいちね、その文字で表せるの言葉で言った方が早いって、そうです、ネットで検索して、例えばね、ここの書き方わからないとか検索するとやっぱり出てくるんですけども、そういうのってあくまでこうわからない人全員に向けた記事が多いんですよね、そういうのって。例えばもっと具体的に言うと、なんだろうな、ぬいぐるみの絵を描きたいとするじゃないですか、あなたが。で、何かね、可愛いクマちゃんか何かぬいぐるみ描こうかなって思って描き始めたところに、このクマのぬいぐるみがつけてる首飾りの描き方がわからないとかね、難しすぎて描けないっていう問題にもしね、ぶち当たったとしますよね。で、それで検索してもクマのぬいぐるみの着方っていうのはあったかもしれないんですけど、クマのぬいぐるみの首飾りのここの金属の描き方とかいうのはあんまないですよね、うん、それはやっぱその人に合った問題解決ができるかっていうと、やっぱネットにはね、ちょっと限界があるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ、うん、ネットに限界って結構難しいんですけど、例えば何かを調べて、その調べた問題解決する記事があったとして、その問題解決する記事はその悩みを考えている人全員に向けた問題解決なんです。でも人と会話したりとか、人と実際にこう交流して、その絵描きさんに教えてもらう解決法っていうのは、その悩んでるあなただけの解決法なんですよね、うん、だからどういうことかっていうと、まあこの下にも書いてるんですけど、デッサンの添削とか結構私してるんですよね、うん、なんですけど、これもイラストというか、まあ絵をね、こう送ってもらって、その絵に対して、この絵だったらここはね、こう一番暗いですよとか、うん、ここのパースをこうした方がいいですよとかね、まあいろいろ添削してるんですけど、これってネットで検索してもここまでできないですよね、うん、なので、まあ何が言いたいかっていうと、やっぱり人と絡んだ方が、そのあなたに合った問題解決法ができる、ある、そこに存在するっていうことですね。なので、まあネットで調べて解決するっていう方法ももちろんいいんですけど、私はやっぱり実際に人に聞いた方が解決前の道のりが早い、うん、だってネットで検索してもクマちゃんの首飾りの描き方なんかあんまり見つかりにくいと思うんだけど、絵描く人にね、こうやって描いたんですけどどうすればいいですかって言ったら、あ、ここのクマちゃんの首飾りはね、こうやってやったらもう一度描きやすくなりますよみたいな、ね、ここピンポイントで、まあ、教えてくださいますよね、まあ当然、うん、なんでやっぱりこう交流があるからこそ、ネットではわからないことまで学べるっていうのは、やっぱりその絵描きさん同士の交流の、まあ、メリットの一つでもあるかなっていうふうに思いますね、はい、で次のメリットが、まあ、これからの自分につながる、まあ、未来につながるっていうことなんですけれども、まあ、例えばね、人とつながることで、まあ、そのあなたの絵に価値が生まれ、将来仕事につながる可能性があるということですね、まあ、趣味でね、絵を描いているって方は、まあ、もちろん別なんですけれども、もしね、絵で生きていきたいって思ってるなら、積極的に、まあ、いろんなね、今ある SNS とかで交流を持つべきだなっていうふうに私は思いますね。私はね、うん、まあ、あの時の絵が良かったから、じゃあ今度はね、その絵を使ってちょっと本の表紙書いてよとかね、うん、やっぱりネットでそう検索して自分でね、自己流で独学するのもいいんですけれども、人でね、人に見して、人にこう添削してもらったり、人に見して実際にみんなの目に触れさす、うん、交流して、あなたの絵どうなんですか、すごいですね、じゃあ私の絵も見てみてくださいよみたいな感じでね、交流することによって、そこからね、もし気に入ってもらったら次の仕事とか、まあ、次の将来、自分の未来につながっていくっていうのも、やっぱ交流の一つのメリットなんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい、じゃあ、交流するデメリットの方ですね。私が感じた中で、私は基本的にネットでね、そういろいろ絵描きさんとか、うん、集まれみたいな感じでやって、そこからね、こう実際にじゃあ近ければ会ってね、絵とか見せてくださいとかね、いろいろやったりするんですけども、その中でのね、デメリットっていうのをお話ししていこうと思います。まあもちろん一つ目、危険ですよね、うん、個人情報だったりとか、やっぱりネット上の方っていうのはあくまでね、もう顔もわからないし、まあアイコンで顔してる方もいらっしゃいますけども、まあ、本当かどうかもわからないですよね、うん、でどこの方か、まあ、女性かも男性かもわからない、もしかしたら全然違うね、年齢も全然違う人かもしれない、実際会ってみなきゃわからないとかね、そういう危険ももちろんあります。これが一番のデメリットなんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、まあ絵描きの方でね、 SNS に上げてる方、絵を上げてる方って基本的に絵だけの方が多いんじゃないかなっていうふうに結構思ってて、なんで、まあこの絵を描いてるのはね、私ですって言われても、もしかしたら違う可能性だったりし、うん、そういうまあ信憑性の問題ですねっていうのが一つデメリットで挙げられる。素顔がバレたりとかね、まあよくね、今話題になってますけど、こう特定とかね、うん、いろいろなそういう危険っていうのをもちろんデメリットとして挙げ
げられますね。で2つ目のデメリットが、まあ、作品の盗撮とか、まあ、技術を真似される可能性がある、アイデアを盗まれる可能性ですね、まあ、もちろんね実際に会ってここの絵こうした方がいいよとかね、まあ、この絵素敵ですねとかこういろいろアドバイスとかねしてあげたりしてもらったりとかいろんな交流があった中でやっぱりその自分の描き方とかっていうその裏話こういう考えで描きましたとかこういうここの絵の技法はこうしてこの絵の具をこうやってやって使って描きましたとかそういう裏事情っていうか、まあ、自分なりの描き方とかその技術とかっていうのをやっぱ全て伝えちゃうとやっぱ相手のためにねもちろんその人が普通にその絵を知りたいって方だったら全然ねいいんですけれどもやっぱりあなるほどそうやって描くんだみたいな感じでこう知られてねもう全く同じ描かれたりとかねこう真似されたりとかっていうその盗撮盗難、うん、絵のアイディアを盗まれたりっていうことも結構、まあ、私はないんですけどね、うん、私はまだないんですけどやっぱそういう可能性も捨てきれないっていうのもデメリットの人として挙げられますね、うんまあ、でもそこでね、まあ、全く同じ絵を描かれても、まあ、あなたにしか描けない魅力を持つ絵があるなら、まあ、全然、ね、いいというふうに思うんですけどね、はい、いやまああと最後はね私が描いた他の記事のおすすめの記事ですね、まあ、専門学校に行く記事とか、まあ、実際に、ね、私ここデザインフェスタでライブフェイクとかもやってたりしてたんで、まあ、その記事もねよかったら見てみてください。これもエクキさんの交流につながりますよね、うん、デザインフェスタは結構年に3回ぐらいかなビッグサイトとかでやってるらしいんで、まあ、私もねまた出るときは告知するんでねよかったら絵描きさんで行く方は、まあ、実際に交流していきましょうっていうことでね、まあ、そのあたりの他のおすすめの記事を載せてで、まあね、最後に、まあ、絵で行きたいって方とかね、まあ、絵の視野を広げたいとかっていう方はやっぱりリアルで交流すべきなんじゃないかなっていうふうに私は思います、うん、なので、まあ、もちろんねいろんな危険はあるんですけどもやっぱそうこう実際に会ってお話ししてっていうのをこうしていくうちにこう自分の絵もね自分のアイデアも成長していくので、まあ、リアルの交流ってすべきなのかなとかね悩んでる方がもしいたら、まあ、リアルじゃなくても最初はこう SNS をね Twitter とか DM とかでねこういう絵どう思いますかとか、まあ、もちろん私今もねイラストの添削とかデッサンの添削、まあ、アドバイスとかっていうのやってるんで、まあ、よかったらね概要欄から見ていただければいいなっていうふうに思います。はい、じゃあ今回はねこんな感じで終わろうと思います。他のね動画でも、まあ、実際に絵のメイキングとかね同じようにながらで学ぶ聞くだけで学べる、まあ、絵のこと絵が上達する方法とか、まあ、デッサンが嫌いな理由とかね、まあ、いろいろ解説してるんでよかったらねチャンネル登録お願いします。今回はこれで終わろうと思います。